動物の森にフルネーム入れるのってもう小学生か俺しかいねえよ。なんか全然楽しくなさそう。動物殺しに来たような顔してる。 SR じゃん。キャラメルは当たりの方じゃない？多分無人島移住パッケージ。このニャニャっていうのがもう動物の森って感じだね。あとスイッチめっちゃやっぱ見やすいわ。携帯端末じゃなくてもう携帯端末機いらねえよこの世の中に。めちゃ見やすいこれ。こんばんは、ようこそお越しくださいました。こちらは無人島移住パッケージの手続きカウンターでございます。いや、裏厳選はしない。そして僕たちはこの移住パッケージのガイドを務めておりますたぬき開発の豆吉とつぶちきでございます。僕たち二人もお客様と共に島に渡り暮らしのサポートをさせていただきますので末永くお願いいたしますね。それでは早速ですが、無人島移住するための準備を今から進めてまいります。最初にお申し込みの確認をしますので、お客様のお名前とお誕生日を教えていただけますか？ますか？動物の森にフルネーム入れるのってもう小学生か俺しかいねえよ多分。高田健志さんと。はい、確認できました。では続きまして、今度は高田健さんのお写真を撮らせていただきます。身だしなみを整えていただく時間は十分ありますのでご安心ください。せっかくですが、なりたい自分になっちゃう感じでお好きに。あれかな、アバターかな。あ、男でいきましょう普通に。なんか全然楽しくなさそう。口元だけは笑ってるけど、村を荒らしに来たやつみたいな感じだな。行くか、これで。オッケー。とてもいい感じだと思います。では、このお写真で登録させていただきますね。次はこれから移住する島を、相談、これか。島厳選し、俺、しない派なんだけど、どうだろうな。それでは地図をお見せしますので、こちらの中から好きな島をお選びくださいませ。出たな。ここで人生決まる。でもなんか、このね、気持ち的には俺ね、このなんか円形でこう囲まれてるとこ良くない？川でこう囲まれてる中をこう綺麗にやったら気持ち良さそうだし。川に囲まれてるのすごくいいなって思うわ。あ、なんかハートの池あるこれ。右上いいよねこれ。いいなって思う俺もこれ。これでいこう。いいよね。それでは最後にもう一つだけ質問です。高田健さんがもし無人島に一つだけものを持っていけ行くとしたら、この中のどれを選びますか？俺のものなんてどうでもいい。嫁が持っていきたいものを二つにしてあげます。暇つぶしだろ。パソコン持ってきて。パソコンと Wi-Fi。 なんか感触悪いけど。なるほどなるほど。あ、すみません。今のは無人島といえば定番かなと思って興味本位で来。は？たぬき鍋だな今日は。ちょうどいいタイミングで飛行機の準備も終わったようですね。では高田健さん一緒に出発しましょう。ちなみに嫁も買ってたわこれ。飛び盛りじゃねえや。 Good evening everyone。 本日は無人島パッケージチャーター便へのご搭乗誠にありがとうございます。到着までの間、無人島生活のイメージ映像をご覧になって、ごゆっくりおくつごとじゃ。なんかちょっと待って、虫リアルだな。そうだろ、虫ちょっとリアルやな。ちょっと気持ち悪いんやけど。あ、いいね。
何できんだろうね。なんか今までと違うことってあんのかな。俺前情報何にも入れてないからね。任天堂ダイレクトみたいなのも一切見てないから、何ができるかマジで知らない。セミやばかったんだけど、多分さすがにね、強機器だし、それなりにできることいっぱいあると思うんだよな。おい、今から殺し合いが始まるのか。パラで降りてきたな。タヌキチがいいのか、タヌキチが。ちょっと待ってね、なんか、あ、まだボタンは何も使えない。ほら。なんだろうな、動物殺しに来たような顔してる。多分動物殺しに来たよこれ。どうもどうも皆さん、ようこそだな。もう僕はこの無人島移住パッケージを企画したたぬき開発の社長たぬきちと申します。だな、もう今日から皆さんはここで一緒に無人島生活を始める。だな、もとはいえ、これはあくまでもパッケージプラン。皆さんが楽しく安全に暮らせるよう、僕たちスタッフも住み込みでサポートさせていただくだろう。バカ野郎。俺から金むしり上げるためにお前いいんだろう。こいつの言うこと聞くんじゃねえぞ。みんな。騙されんな。こいつ悪い奴だからな。この笑みは、いい金づるが来たと思ってる顔だからな。せっかくの無人島暮らしを存分に味わってもらえるよ。今回は、テントを用意させてもらっただもん。ここにいるマミキチかつぶキチからテントを受け取って好きな場所に貼ってきてちょうだい。おかしいわ。ちょっと待って、まさかそんな渡れないとかある？されてる。こっち側にガチで渡れない。これちょっと待って、騙された。俺4分の1しかマップ使えないんだけど。ここにしましょう。オッケー、ここちょうどいいか。木と木の間でなんか切れてる。自分のどうせ木切るんだろうけどな。自分のテントを張った無人島生活の第一歩だ。そうだな、も僕たち最初の住民でこの島に名前をつけるだな、も一人一人アイデアを出し合って多数決で決めるだな、も今から少し考える時間をあげるから、みんなが考え終わったら制度で発表するだな、ももう決めてますよ。アルカトラズ島で行きます。我々は囚人だ。決定。異色のネーミングセンスが光っていた高田健さんの提案からいくだろう。アルカトラス。あらおっと、いきなり全員が拍手とはすごいだな、も全員が賛成ならもうこのアルカトラスで決定しちゃっていいだな、も。あら、うんうん、じゃあ今日からここはアルカトラズ島ってことで。こうやってアルカトラズ島はできたんだよな。いいね、ちゃんとリズムに乗ってる。あら、杯交わしたみたいな感じか。は？なんでお前が兄貴なんだよ。こっちは代表だよ、代表。上下関係しっかり分からせてあげないとダメだな。テントの裏に連れてけ。そやな、任天堂にも配慮して画面に映らない、ここでな。お前分かるの？お前誰が兄貴じゃ。くれ、ニコ、こっちだって。じゃあ行ってきます。ラジャー、いつでも OK だ。いや、ただなんか外の方があれかなっていう。
あ、ほんとだ。作業台ある。花も結構ある。なにあれ。なにあいつ。誰これ。ロデオ。魔物はいるけど。うちの島に来てみます。女の子だよね。あら、新たな住人が来ることになったけど。なんか可愛くない。あれ気になるな。あいつのあれ気になっちゃう。なんかフォルムが完全にモンスターだもんな。封印だろ。確かにこんな何もない島にいるっておかしいよな。封印されてたんだろな。俺が解き放ってしまうかもしれない、あいつの封印を。普段、まあ、ブラックバスだよな。まあ変えるか、大したもんないな。まあ住民一人なんかモンスターが手に入ったから、まあそれだけでもよしとしますか。ああ、まあキャラメルじゃん。あ、じゃあ来る？ SR じゃん。キャラメルは当たりの方じゃない？多分。おいで。当たりの方だよね、多分。じゃあ、ということでね、今日の動物の森放送、この辺で終わっていきたいと思います。またやるんで、ぜひ見に来てください。じゃあ、さよならー。